はい、しごです。今日はですね、まあ、糖尿病を引き起こす要因となっている食事の内容についてね、少し話していきたいんですけれども、まあ、糖尿病っていうのはですね、日本でめちゃくちゃ増加しているっていうのはね、皆さんご存知だと思いますが、これはね、世界的にもどんどん増えてるんですね。で2018年の世界統計ではですね、2型糖尿病というふうに診断される、新規に診断される人が、毎年ですね、1110万人いるというところで、 その70%以上がですね、まあ、食事が悪いっていう結論が出ているんですね。まあ、二型糖尿病というのは体が分泌するとですね、インシュリンがうまく働かなくなって、まあ、血糖値が本当にできなくなる、まあ、そういった疾患ですけれども、まあ、管理しなければですね、まあ、心臓血管疾患が起こったりだとか、神経がね、トラブルが起こったりだとか、まあ、脳とか、まあ、初神経ですね、こういった神経系が全部行かれてしまうようなことも起こりますし、それからま、腎不全とか、それから目が見えなくなる、まあ、本当にですね、好ましくない結果がどん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 こう出てくる可能性があるんですね。 で2023年、今年ですね、マサチューセッツ州のタフツ大学の研究者が、まあ184の国の、ね、食生活と糖尿病の発症の関係をまとめた論文が出ています。 で、このうちですね、三つの食事要因が主に世界中で、まあ、糖尿病を引き起こしている原因だよってことが、まあ、指摘されてるんですけども、それはですね、一つは、全粒穀物の、まあ、摂取量の不足。全粒穀物っていうのは、まあ、米であったら玄米とかですね、まあ、あの、小麦であったらですね、ちゃんと灰のついてるものであったりだとか、そういったものですけれども、あとは、その、生成してしまった穀物ですね、先ほど言ったように、あの、灰を取ってしまったようなものとか、それから生成した小麦の数を摂取これが悪さをするよとか、 からもう一つはですね、加工肉ですね。ハムとかソーセージのような加工した肉の過剰摂取っていうのが、まあ実は糖尿病のリスクをバーンと引き起こしてるってことが、まあ指摘されているわけです。 で、これらのうちね、全粒穀物の不足しているのは26%、まあ、生成した穀物、小麦を中心とした生成した穀物を摂取したのは24%、そして、ね、加工肉の摂取が20%ぐらいとですね、まあ、糖尿病発症に関してどれぐらい寄与しているかという数字が出てるんですけども、まあ、全体としてですね、言うと、まあ、単純に、まあ、炭水化物の、ねまあ、質の悪さがまず糖尿病の大きな原因として挙げられていて、そして肉の問題だってことなんですね。 まあ特にこの炭水化物に関しては、えー、主要のものですねその、えー、生成した食品っていうことに関してかなりこう注目されていて。 生成した穀物の摂取ですね。まあ、これは白米とか小麦ですけれども、まあ、糖尿病と関連づける科学的根拠っていうのはですね、これまでも何度も報告されてるんですね。まあ、生成された穀物、まあ、デンプンとかですね、それから、あとは、例えば砂糖キビとかトウモロコシをね、生成して作った砂糖とか、こういったものはですね、まあ、急激に血糖値を上げるものですから、まあ、肝臓で脂肪も作りますし、それからまあ内臓脂肪を増やしますと。 でまあ、小麦とかね、米っていうのは基本的にはもうほとんど生成されて消費されているんですけれども、まあ、生成する理由はね、単純に言うとこう味が良くなるからですね、まあ、あの食べやすくなるっていうことがメインなんで、まあ、となるとですね、なかなか皆さんね、生成しない状態で食べることが少なくなってきますね。 まあ、ただ、玄米よりね、まあ、白米の方が早く炊けたりだとか、便利さもありますし、そういったですね、まあ、穀物の外側の灰をなんで削るかっていう理由なんですけども、一つはですね、そこの肺の部分にたくさんその、えー、油が含まれてるんですね。だから、えー、それを残しておくと早く劣化すると、白米にした方がですね、玄米よりもですね、痛みが少ないわけです。保存期間が長くなるという、そういった理由もあるものですから、なかなかですね、えー、そういった保存を考えても、えー、生成するってことに関しては、まあ、メリットがあるわけなんですね。 でまあ、消化吸収ということに関して言うと、まあ、肺がついていて食物繊維が豊富に含まれているものですから、えー、全粒の穀物の方が明らかにメリットが大きいと、食物繊維を取ることによって血糖値の上がりを抑えることができるので、 そういった意味ではですね、糖尿病という観点から見ると、なかなかですね、生成しない穀物を取る方のがメリットがあるということなんですね。だから、その味とか便利さとかですね、保存ってことを考えたときには、白米に軍配が上がるけれども、まあ、糖尿病の発症に関してはですね、白米の方が分が悪いと。小麦に関してはもっともっと分が悪いんですね。から、あと加工した肉も糖尿病の原因っていうふうに考えられてるんですけれども、実際はですね、えー、まあ加工した肉だけではないんですね。4番目の要素っていうのは何かというと、 実はいわゆる赤肉なんですね、えー。牛とか豚の肉を取ることが糖尿病に寄与するというのがもう20%弱ぐらいでほとんど20%というかですね。 ま、実は3番目の加工に行くとあんまり変わらないパーセントで、ま、糖尿病に寄与してるんですね。だから、加工してない赤肉もまた糖尿病のリスクを上げるんだよってことですね。これまでも、まあ、赤肉の摂取と2型糖尿病のリスクっていうことはですね、これまで報告されてるんですね。まあ、相関関係があるっていうことなんで、あの、イコールですね、因果関係。要は赤い肉を食べたら糖尿病になるということではないんですね。ただし、これはですね、えー、赤い肉を好んで食べるような人そういったことをでですね好んで食べるような食習慣を送っている人は糖尿病になりやすいっていうことは間違いないので、やはりですね、思考 ですね、赤い肉をしっかり食べているかどうか、そういった食事をしている人は糖尿病のリスクが明らかに高いというのは間違いないので、そこはです、ね、自分の中で赤い肉をたくさん食べるのが好きだよという人はです、ね、糖尿病リスクが高いと思った方がいいわけです。で、まあ、白米を食べ過ぎるということに関してです、ね、糖尿に関して言うと、まあ、ちょっと警戒する人いると思うんですけれども、実際にはです、ね、このデータを見る限りは、まあ、東南アジアとか東ア,ジアではです、ね、白米をです、ね、食べることによる糖尿病のリスクの上昇ってやっぱり少ないんですね。 まあ、欧米人はですね、白米食べると糖尿病リスクが上がるんですけれども、東南アジアとか東アジアの人たちはですね、それほど白米の摂取がですね、糖尿病のまあリスク上昇には繋がってこないわけです。逆にですね、赤い肉に関しては、特に加工していなくてもですね、摂取量が多くなると糖尿病はやっぱり多くなると。アジアの人ってのは肉を食いすぎると糖尿病になりやすいというデータなんですね。だから、まあ、こういったデータを考えると、日本人はやっぱり、まあ、白米ですね、白米を中心にやっぱり食べていった方がいいですし、 まあ、この研究で,ですね、基本的には全粒穀物、まあ、米でいうとこの玄米を食べることっていうね、ことを進めてることにはなるわけなんですけれども、ただ、歴史的にはですね、まあ、日本人にとってみれば、その、灰を取るってことはですね、歴史的に、まあ、白米を食べてきたっていうとことなんで、何らかの意味があるんですね。で、白米っていうのは基本的に消化がすごくいいわけです。特に胃腸の弱い人はですね、玄米食べない方がいいわけですよね。 まあ、不賃酸っていうものがあることによって、鉄分とかですね、カルシウムとか、アイエンの吸収が悪くなったりするってところもありますので、え、まあ、玄米そのものっていうのが、その、まあ、消化を許すのであればね、食物繊摂取したりする、それから、え、ある程度ね、新しい米を使うということに関して言うと、玄米でいいと思いますけれども、もしですね、まあ、そういったことがある、要は、え、胃腸がね、少し弱いよとかね、それからちょっとね、あの、保存に難がある玄米というのは、やっぱり生成して使った方がいいと思いますし、まあ、僕自身はですね、まあ、白米で本当にいいと思ってですね、 まあ小りの摂取量に関してはまあ極力減らす、それから赤肉に関してもですね、まああのー、そんなに食べないようにするっていうかね、例えばまあ焼肉食べたい人もあると思うんですけど、まあ、食べたらですね、まあ、毎週肉食べるのはやめて、そこからしばらく間空けるとか、そういったことの配慮は、ね、した方がいいかなというところですね。 まあそういったことをこう日本人に伝えてくれる、まあ、白米は、ね、そんなにト尿ベリスクを日本人にとってはそんなに味わない可能が高いよとかね、まあ、赤い肉に関してはですね、日本人は取ると糖尿病リスクが上がる可能性が高いよとかね、まあ、そういった、 え思考ですね食習慣の思考を持ってる人の方が糖尿病になりやすいよみたいなメッセージをですね、この論文から受け取ってもらえると、まあ、やっぱりね、伝統的な日本食ってのを少し見直してもらって、そこに少しね、西洋的な食事が入るっていうのが、やっぱり日本人にとってはベストなんじゃないかなという結論まで、ねまあ以前から変わらないなという感じでしたね。えー、皆さんの、ね、食生活考えるときに、まあ、どういった食事をとったらいいかなってことを、もし悩んでるようであればですね、まあ、参考にしてもらえればいいかなというふうに思います。 きょうの主役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。えー、2026年4月26日発売の専門医が教える「がんにならない食事法」です。でこの本はですねまそ、あ、そもそもこうがんになる どうして癌になるんだってことはですね、僕自身がこう医者になってからなかなか気づけなかったことなんですね。まあ、癌センターで癌の勉強したんですけども、癌の治療法はいっぱい習ったんですけど、どうやったら癌が予防できるのかってことに関しては、まあ、あまり詳しく教えてもらうことなかったんですね。そして、まあ、自分自身で研究して、そして自分自身で実践して、結果的にですね、こういった食事をしていると癌になりにくいんだよっていう、まあ、結論がここに書かれてるわけです。まあ、これはですね、第5章に書かれてるんですけども、まあ、日本でね、長寿の場所。 えー、沖縄ですね沖縄の高齢者というのはですね、えー、世界で見てもですね、まあ、トップクラスの、まあ、健康状態を保っている高齢者が多いんですけれどもそういった人たちのです、ね、食生活をヒントにしてあこれがですね長生きでそしていつまでもね生き生きと自立した生活ができる、えー、そういった生活をするということはですねこういった食事が必要なんだということはです、ねまあ、そこからもヒントをもらってですね積み上げてきた知識の塊みたいな本なんですね。 ですので、すのぜひ皆さんもですね、この本を参考にしてもらってその長寿になる今、そして健康でですが、ね、ん、えー、になるリスクを最大限下げるためにはどんな食事をしたらいいかということをです、ね、これを機に考えてもらうといいかなというふうふに思います。えー、この本は、ね、全国の書店でも発売されていますしそれからですね、えー、Amazon のですね、えー、リンクをこの動画の下に貼っておきますのでもしですね、ネットでお買い求めの方はですね、そちらの方からお買い求めください。 Amazon、えー、で買うとですね今だと特典の、えー、レシピみたいなやつがついてきますのでぜひ、ね、それを早いうちに受け取ってもらうといいかなと思います。まあ、本はですね全体的にあのこういった、えー、レシピですね例えばこれはスイーツのレシピですしそれから、えー、カレーとかね唐揚げとか、えー、スープとかそういったものを中心に書かれています。あと、まあ、例えばグラタンとかですね天ぷらも書かれていです。けど 腸、まあえー、にです、ね、いい食事はこういった形のコンセプトで使ってもらうといいですよ、材料はこういったものを使うといいですよということはです、ねまあ、詳しく書かれていますので、えーまあ、料理の,、ね、あの内容に関しては、えー、簡単料理をモットーとするエイジンコンサルタントの斉藤さんにも協力してもらって作っていますので、えー、決してです、ね、手の込んだ難しいものではなくて、えー、作り置きできてです、ね、そして、えー、毎日の食卓をです、ねまあ、充実してくれる、まあ、レシピがたくさん入っていますので、ぜひ。 この本を参考にしてですね、ま食事をもう一度考え直すということをね、あのやってみてください。